はい、どうもサメです、本日で100日ダイエットとうとう最終日100日目を迎えました。というわけでですね、体重、体脂肪、あと体型の変化ですね、これを見ていこうと思います。あとまあこの、2年ほどちょっとダイエットしてきたんですけども、それの経過というのもちょっと別動画で写真などを含めながら編集していこうと思います。それでは、体型の変化を見ていこうと思います。はい、まず正面です。はい、今現在の体型がこんな感じです。現在体重が 64.4 ですね。体脂肪 16.3。 ですね、言い訳をさせていただくと、沖縄に旅行に行ってたんですが、その間3日間ほど暴飲暴食でした。体重は全然増えてないですね。体脂肪の方がちょっと増えた感じです。64.4 ということでダイエット成功ですね。重が、72.5kg の 24.7% 計体脂になっています。これを10日おきに、発表していこうかと思ってます。はい、100日ダイエットということで、64.4kg ということで、一応 65kg 切ることができました。からも、毎日ではないですが、ちょこちょこと動画の方をアップしていこうと思うので、また皆さんに応援のほどよろしくお願いします。それでは皆さんもダイエット成功するよう祈ってますので、頑張ってみてください。